私が元気なら、いつまでも、戦える。つまり私が立ち続ければ、この快楽は続くのよ。終わらせない?滅多にない刺激なの。絶対に終わらせない?ほら、餌よ。気乗りはしないがしっかり倒れない限り試合は終わらないらしい。いらっしゃい。さすがだ、父さんの一撃をもろに食らってまだ何か仕掛けれるのか。バハートさんは何かわか。そういう農場。バハー、もう素直に負けてればよかったのに、シェインが余計な視界をしたから。どうだろう、何か新しい発見とかあったのかな、ユウくんの中で。例えば、欲求の限界突破、的な。一種の興奮状態だな。求める欲求が強ければ強いほど人格的暴走が起きる。それをうまく使えば素晴らしいパワーアップを狙えるが、不慣れの場合、暴走させる。これはどんな凡人な人間や生き物でもできる機能だな。世界の犯罪のほとんどがこの極度の興奮状態による精神暴走。身近にありすぎるがゆえに埋もれた確かな戦闘としての技術さ。そうなのか、寝る。今横の女にムラムラして性欲が暴走しかけの主様にも心当たりあるんじゃないかな。おい、なんかいろいろとトゲトゲしくないか。あれ?それはまだ早いというか。試合見ろ。激しい。この刺激を知ったら、他では満足できなくなっちゃう。やってやれー。私たちは最後の試合で何を見せられているんだ。SM か、大人の世界か、不安な世界だな。もういいか、試合終了。東野選手の一撃で立花選手、完全にダウン、もう立ち上がるな。1回戦第16試合勝者、引き東野選手。来年も、出よう?万年の笑みで気絶したぞ。すごいやつだ。初めて見た。なるほど、SM で東野兄さんが攻めで、立花副隊長が受け、完無用ね。ねえ、人の旦那を BL の妄想世界に引っ込まないでくれる。冷夏姉さんは純愛ピュアピュアな恋愛主義者だもんね。ここばかりは分かり合えないわ。だからいつまで経っても相手が見つからないのよ。きついわね、それ言われると。でも今日の試合は全部終わった。たった一日なのに長く感じたわ。はい、先ほどは少々取り乱しましたが、これにて WCG 本戦1回戦の全行程が終了しました。思い返してみるとどの試合も前年度に比べても全て入れる。内容次第では前年度の準々決勝、準決勝レベルの試合もありましたね。そして明後日開かれる2回戦、この過酷な1回戦を勝ち抜いた精鋭たちです。きっと今回以上の激闘を繰り広げてくれるに違いありません。それでは最後に本日の最終結果を表示します。皆様もお気づきになられたと思いますが、21番引き戸選手が都合により試合続行不可能との連絡をいただき、棄権としました。よって、2回戦第6試合の勝者はアラン選手となります。運がいいやつね。それでは全世界の皆様、明後日また同じ場所でお会いしましょう。さようなら。やっと終わった。今度は明後日か。それにしてもまさか1回戦で副隊長全滅。まさかの結果だよね。それに元隊長のビビアンさん、ロイド艦長、リオさんとか。そう考えると私が注目してた人たち、全員1回戦抜け、すごい人たちが参加してきたもんだよ。本当ずるいわよね、アラン、一人だけ3回戦まで行って。相手の踏んでいたものだ、両手を上げて喜べるものではないけどな。それに正直、あの状態のままで2回戦やっていたらと思うとな。勝てたか怪しいものだ。複雑な心境だ。何下向いてるの、冗談よ、アランだったらベスト8まで上がっていたわ。私やビリアンの分までアランと東鉄が頑張ってもらわないと。シグエンって呼んでやれよ。なんか言いにくい。さて、あさっては指揮隊長だぜ、やりきれよ。全力で倒しますよ、文字通り全力でね。はぁ、まさか副隊長が全滅するなんて。おいおい、まだ傷が治ってないのか。横失礼するぜ。なに、まだ私に何か用かしら。いや、それより目だ、治らないのかよ。気絶は治らないのよ、ステージで死ねば治るらしいけどね。それは悪いことをした、俺が代わりに石を探そうか。そうね、お願いするわ。直してくれたら防衛軍の推薦をしてもいいわ。お前、なんでそれを。私のところに来るんでしょ、なら選抜合格しないと無理よ。推薦状があれば筆記試験は免除、実技試験から参加できるわ。あなた頭は良くなさそうだし、そっちの方が都合がいいでしょ。うっせ、でもまあ、助かる。だが勘違いすんな、石を探すのはだな。いいから、今の私に感情なんか動かないわよ、許容してるんだから。そうかい、なら行ってくる。そうね、悪いけど今日は大岡の治療室に泊まるわ。起きたらゆっくり話したいしね。わかりました。では訓練は明日早朝から行いますので、都合がついたら来てください。そうね、あさってはメリアちゃんとだからね、絶対に手加減しないから。こっちもですよ、私もせっかちゃんには本気で挑みますよ。いいわね、それじゃあまた明日。さっ
て、せっかちゃんは大花ちゃんの部屋にお泊まりと。ならもう今日の訓練はなしでいいじゃん。疲れたよ。そうだよ。それに疲れた状態で訓練しても成果出ないよ。ソフィアはともかく、カナ、あなたは負けてるでしょ。大会で次元支配が使えるように教えますから、カナは今日、明日は私とずっと一緒です。うへぇ。あさって、そこで私の人生が決まるんだね。そっか、こっちは準備できたのじゃ。これじゃあ帰るかのう。今日はゆっくり休んで、明日は全員と念入りに作戦会議よ。そうじゃのう。ならまたパトボーに行って訓練場所を借りねばのう。なら私は帰って明日のお弁当を作りますね。ならお買い物して帰らないとね。私たちの力、すべてを出して勝つ。もう出し惜しみはなしだ。それじゃあパト君、私は運営の用事があるから。あさって互いに勝てるといいね。うん、あさってはパト君のところの子でしょ。ロイド艦長の時は取り乱しちゃったけど、多分思うところがあるんだろうし、全力で目の前の敵に挑むよ。そっか、ならカナに伝えておくよ。それじゃあまたあさってね。主様、あんなこと言っていいのか。バハートは敵だぞ。ああ、互いの成長になればそれでいい。そういう見方もできるからね。ほう、思考の部屋が狭い主様にしては面白い思考だ。誰かに言われたな。ネル、帰ったらすぐに特訓だよ。ああ、思う存分痛めつけてやろうではないか、主様。主様、準備できました。帰りましょう。もうずっと硬い椅子に座ってたので、お尻が痛いですよ。私も帰って特訓したい。結果ちゃんは想像以上だった。私の焼きか蓬莱の制限を超える必要があるかも。だね。早く帰ろうよ、お腹空いた。はい、終わり。これで主様が言った人の治療全部完了させたよ。ほう、見える。今日は珍しく大活躍だったんだな。全く見えなかったが。夜はずっと見てたからでしょ。私はずっとステージの人を直したり、治療室に行ったりって大変だったの。ミエルありがとう。またもし治療が必要な人がいたらお願いするよ。うん、私は慈悲の天使。治療なら天使界最強なんだから任せておいてよ。ただ頭の悪さも天使界最強だから困ったものだがな。悪くないもん。頭もいいから、ネルがずる賢いだけだから。はいはい、その話は帰りながらね。今日はもう戻るよ。明後日からは今日より厳しい戦いになるんだ。気を引き締めていかないとな。治療なら任せて。どれだけボコボコにされてもすぐに治すから、メンタルケアもお手のものだよ。そうだな。自分の黒歴史もすぐに直して同じ過ちを繰り返すんだ。その実績は本物だろう。何その嬉しくない認められ方。失礼この上ないよ。あ、もう閉まらないな。ほら、行くよ。寝る、見える。1回戦が終わった。いろいろあったけど、なんとか全員1回戦は突破できた。だけど2回戦はほとんどが大将、副大将とはわけが違う。特に俺の相手、世界三強の一角、天の絵豪華、母さんとの試合を見たけど、最強の名に恥じない強さだった。だけど俺が目指すのは優勝。ここから先は勝ち上がれば必然と隊長たちとの戦いになってくる。3回戦にはアランさん、俺の道は定まっているんだ。全員に勝ってやる。そして、あんたのところに行ってやるよ。つくより発行。まさか外側の奴が全員が2回戦に残るとはな。だが2回戦は俺たち現役の隊長が相手になる。ここからが世界の本当の頂点争いと言っても過言ではないだろう。あれだけの大口を叩いたんだ。来れるものなら来てみろ。天の絵、アラン、トウヤ、前年度の4強全員を倒して、な。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。